はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト3に続きやっていきたいと思います。前回ね、ちょっとフィッシュベルあってグラインスタードとかねで、うろうろしてイベント進めたら、まあ行けるダンジョンがね結構あるんですよ。井戸の下とか、あとグラインスタード城のね、グラインスタードの街の中にもあったし、ただ敵が強いからね、ティアじゃどうしようもなんないんで、まあスコットに変えようかなとか思ったり、あとルイダのとこでさ、あの仲間登録できたんで、まあ、それをレベル上げて連れて行こうかなともちょっと思ってるんですよね。それで、待って、テナウト、ガーターベルト。ちょっと一個気になるのがあって、このさ、ティアがさ、精霊と仲いいじゃないですか。精霊か、エルフか。エルフと仲いいじゃないですか。だから、このとこエルフいたじゃん。ルビスのとこ連れて行ってもなんかあるんじゃないかなとかちょっと思ってんだよね。だから思わぬキャラ連れていくとなんかあったりするからね。あと、クエストもあるから、開かない扉だっけ？あれも気になるから。だから、ここのね。あ、ゼニスの城から行った方が早かったか。まあいいや。だからどっちからでもいけんだけど、笛吹いてもいけんだけど。だから、要はこのゼニスの城でさ、下に降りて、風のマントを装備してね。ここから飛び降りたらエスタード島に行けたのよ。だからびっくりした。今装備してないから。ここに行くんだけど、さっき笛吹いたらここ行くんですけどね。だからエルフと仲いいからね、このティアが。だからなんか情報教えてくれるんじゃねえかなってちょっと思ってんだよね。なんと神竜様に会ったとな、そなたらは一体。これとかさ。とあら、あなたは別の世界から来たみたいに、ね、もしかしてアリフ、ああはい。オルレア様と一緒にアリフガルドに渡ったの。ここに来れたってことはオルレア様と会ってきたのよね。エルフたちとも会ったってして、そう、それは元気そうでよかったわ。こっちの世界に、あ、何も言わないのか。ティア連れてったらなんかあんのかなと思ってさ。ティアが話せるからね。大きな穴。ここもなんか、イベントありそうだよね。大きな穴が見えるでしょ？そこの穴には行けないのかい？これだよね。待て、案外こいつなんか言ってくれるかもしれない。ゼニス王とか話したらなんかあるかな。ここもだっていけないもんね。お住まいになっていたそうだ。光の玉。悪に染まってしまった。ラゴス。関係ないか。ラゴス連れてってもね。はい、願い叶えてもらって。そう、それはよかったの。違うな。ラゴス、ゼニスの城。あとどこだったっけ？リオの城はなんかある。わぁ。どうやって上から降りてきたんだって言うんで。ゼニスの城の真ん中に来たけどね。すり抜けてきたのに頭ぶつけんのかな。あとは、小さなメダル、あそこにあんな、多分、じゃあ。あ！よく来たロラン。実はな、そなたに一つ仕事頼みたいのじゃ。本来ならわしがやるんじゃが、今手が回らなくて、忙しくてな、手が回るんだじゃ。あ、変わった。そこで暇そうなそなたらに仕事を与えてやろうとありがたい申し出だぞ。暇じゃないけど。はい。早速問題になるかな。わしは今、時の砂というものを研究しておるのじゃ。その実験を市場でやっていたんじゃが、うっかり風で飛ばされてしまってな。すると突然旅の扉が現れたんじゃ。その旅の扉が一体どこに繋がっているのか調べてほしいのじゃ。どこ？地上にある。旅の扉は地上にあるんですよ。マジか、なんだそれ。ティア関係ない。地上にあるはずじゃん。はぁ！なんだそれ、ダンジョンがいっぱいある。なんだこのゲーム、ちょっと待って。ちょっと待って、エスタークってあれ、行ってよかったんかな。ラーミア取らないとだって行けなかった。なんだそれ、時の砂？竜王戦える？これもしかして。水のリング探してんだけどね。竜王の、ん？これゾーマ城？なんだこの凍てつくような闇の気配。気をつけて。ゾーマ城だ。どれがいい正解なの？
と世界回ってみるか。え、待って、今見つけたのがエスタードの、グランエスタードの、グランエスタードの中の洞窟と、あと木こりの井戸の中の洞窟だよね。あとここの竜王の洞窟、竜王のとこの、竜王の城にある洞窟だね。ここなんかいい武器とか起こってそうだな。全部の街もう一回洗ってみっか。祭壇とかにもなんかあったの。あとはなんだっけ、あれよ、レイアムランドじゃねえや、どこだっけあれ。卑弥呼神社は関係ないよね、多分ね。マジか、すげえいっぱいあるじゃん、このゲーム。まだあるよね、絶対。また探したらありそうだな、これ。ムーンブルク復興とかもあったし、ムーンブルク復興とかもあったし、開かない扉ってクエストもあったよね。どれやればいいんだ？エスタークが一番強いわけでもない。エスタークより、なんか、バラモスの方がなんか自分的に強かったような気がしたんだけどね。状態以上やってこないからか。じゃ種とか集められる場所あんな、これ。底上げするのもレベル99まで上げても、ステータスマックスならないでしょうから、HP とかね。そういう話になってくるよね、ダーマ。仲間を最高まで鍛えたら何かあるとかさ。エルフの里じゃないよね。あとあるとすれば、リリザのさ、エルフって、これティア連れてたらなんかあるかな。あ、リリザのね、サマルトリアだ。さあ、ここにエルフが二人住んでんじゃないですか。アルスとか仲間になると思ったんだけどね。あら、王女様、自由に外に出られるようになってよかったわね。大変なこともあると思うけど、頑張ってね。応援してるわ。あ。特になんもないな。みんなの顔見てきてもいいかしら？そう、王女連れて話したらなんかあんのかな？ここにもエルフいたよね。王子様が無事でよかったですね。やはり王女様は頼りになりますわ。そうそう。女王様は元気でしたか？こちらに引っ越してからお会いしていないので。女王様に。このまま会ってみたらどうなるのかな。いや、ちょっと行きたい場所がね、あってね。クエストもそうなんだけど、どれから手をつければいいかわかんねえから。ただ、水のリングっていうのが絶対どっかに、今行ったところのどっかにはあるはずだから、それを手に入れて、ハーゴンの神殿の祭壇にやったら、なんか強い、さ、指導とか出てくるんじゃねえのと思うんだけどね。自分そう思ってんだけど。指導倒した時に、まだ完全ではありませんぐらいのこと言ったからね。あ、ティア、本当に心配だわ。でもあなたもユウさんに筋、兄と仲良く頑張りなさい。なんもねえな。お帰りなさい、ティア王女様。いや、なんもねえな。肩に押し越しちゃった猫ちゃん。なんもないよね。だな。あとはなんかあるか？ダーマ、ザハ、ザハ。あ、そういえばね、ロトの勇者の、アリアハンの家も、猫めちゃくちゃいたんだよ。6匹ぐらいいましたよ、猫。で、にゃーんって1匹だけ違うこと言う猫いて、まあ、あれなんだけどね、アリアハンの井戸の中に行ってごらんって言われるだけで、バラモス城があった場所ね。ここは何もないかな。ラーミア、神の娘、伝説の使徒ラーミア、蘇りました。ラーミアが空に舞う姿、空に舞う姿を再び、この目で見れるなんて。何もないのか。オーブ、全クリ後のオーブ集めはびっくりしたね。それで、もうステータスがもうほとんど最強になってんのに、装備品以下でね、攻略しなくちゃいけない状態になってるっていうのがまた、ピラミッドの地下もすごかったね。あれとか多分杖とか使えば攻略できるんじゃないか、今更思ってきたんだけどね。攻略しやすいんかなとかさ。ルクガナ、ラガトーム。ラガトーム関係ないよね。メルキドも関係ないよね。ゴーレムくれるとかないよね。あれマジで金払ったら仲間になるとかないよね。ゴーレムもなんか仲間になりそうな気するね。ルイーダのところで、
全クリ後にはなんか変わるとかないよね。なんか1000万ゴールドで売ってくれるみたいな回だったけど、たったのじゃねえよ1000万ゴールドって。もうあったら街破壊できるよ。あとはどこ行けばいいんだ。あんなもんかな。あとここのおじいさんか、なんか違うこと言いそう、言わないかな。行きなさい、訪ねなさい、リムルダールの南。あそこは、あ、違う、リムルダールの南って言ったってね、だってヒカリアレイの場所でしょ。ここなんもない。なんかのゲームの癖がついてる。それからリムルダールのとこの近くに右になんか島あるね。関係ないか。ここでしょ、光あれって。なんか左上の毒にもにもなんかありそうだけどね。すげえな、全然まだいっぱいあんじゃん。後ろに宝箱は空っぽ、気にすることはないぞ。ああ、海賊のとこは行ったね。ここどこだ。ああ、太陽の祠か。太陽の神、炎の祠か。卵のとこ、なんかイベント進まないかな。前言ったけど、なんか次の火山の主がね、このままいずれか生まれるでしょうみたいなんだけど、その時竜王のとこ行って、変化の杖で遊んでたよね。まあ、なんもないだろうな。あと祭壇がさ、海底火山の祭壇とかさ、なんもねえか、さすがに。あそこあるとしたらこの卵だよな。ここの、ここにさ、あの、ヤマタノロチの、まあ、偽物じゃねえけど、みたいなのがいて、あのダンジョンも行きたいけどさ、ちょっとティア変えなくちゃいけないからね。あ、いるとすれば、だから、今ティアいる状態で、エルフとか話したけど、まあ、関係ないよな、ここな。炎に強い魔物が出るところでは炎に強い装備が必要ね。本盾なら火の呪文と炎の両方耐性があるわね。窓、あ、まあ関係ねえか。左にも人いたよ。ちょっと奥行ってみよう。今レビラマ使ったけど何もないもんね。左なんかあったんだけど、そうね、溶岩魔人、氷河魔人ってそういえば合ってない。溶岩魔人がいて、あの、黄金魔人っていうのがいたんだけど、ゴールドマンだろうけどね。だけど、ちゃんとゴールドマンってモンスターがいるから、ね、ここに右に宝じゃねえや、卵あんだけど、なんかね、なんだこの人って人がいてさ、あの、私たちは、卵を守っていますじゃないけど、いや、あと、なんかキャラクター連れてったらさ、なんかあるとこって結構あるよね。カイン王子も離れてないと依頼受けれなかったりとか。ちょっと何もなかったら依頼やってみようか。ね。私はここで卵を守っています。ね、火山の主が生まれることでしょう。あなたたちが気にすることはありません。火山の主とは命を象徴。命の紋章の力により火山のエネルギーから生まれた、いわば精霊のような存在です。ここで炎の力を蓄え、やがて再び現れることでしょう。私はその日まで心待ちに行こうで、なんかあんのかね。あ、え、ね、私たちに何か手伝えることはないの。何これ、これティア入れていかないとダメなイベントじゃん、多分。旅のついでに何かでき、あ、なんかあるんだ。え、ティア入れないとダメなのこれ。たまたま入れてよかった。だってラゴスとかね、じゃああそこにあんのかな、ペルポイとか。旅のついでに何かお手伝いできることがあればお手伝いするわよ。いや、炎の力を宿した武具は、何それ、炎のリング。しかしあまりに強すぎる力を持つ者は逆効果になってしまいます。普通に出回っているもので炎の力を宿したものがちょうど、何それ、そういうものを見つけたらここまで持ってきてください。マジ、縦にこんなんでいいの。はい、ありがとうございます。また何か見つけたら、は
炎の剣、はい。魔導士の杖もそうなの？はい。これ売ってたよね。炎の力。炎のリングはダメなんだ。まあ、装備してたもん、もう引っぺがされちゃった。炎の剣。何がいいんだろうな。君はどうだい、何か思いついたかい。気になったものがあったらインパスで鑑定するといいかもしれませんよ。これ孵化する、火山の虫で戦い量なのかな。どうだっけあれ。炎の盾もいる。剣、盾、魔導士の杖は売ってたよね。ちょっと待って。炎の剣、炎の盾、炎のリングは違うんだ。炎のリングって取らないとこうダメだったんかなって今ちょっと思ったんだけど、あまり強すぎる力はって言ったら炎のリングとかそういうことか。普通に売ってるもの、売ってるもの。炎の剣、こ魔導士の剣ってやね。炎の剣で、ここでね、これちょうど装備してたもん。カインが装備でしょ。それで、あとは力の盾、魔法の鎧、武器です。炎の盾はデルコンダルに売ってるんだよね。魔導士の杖どっかに売ってたよね。どうだったっけ。魔導士の杖も売ってたね。それとか、ちょっと探してみっか。ペルポイじゃねえや。ルプガナに、とりあえず、あれが売ってたの。魔導士の杖。で、魔導士のローブっていうのがね、売ってたんで、魔導士つながり。ほら。これだけの力があればもう十分でしょう。近いうちきっと火山の血が生まれるはず。近いうちで、一回出てまた来るのかな。どこだっけ、ベラヌールか、違う、ベラヌールだったっけ。ベラヌールに確か売ってた。ここかな、魔導士の杖。あ、魔導士のローブか。今全部回ったんだけどね。それでルプガナに杖が売ってて、あと炎の盾がデルコンダルに売ってる。それでグランエスタードにね、炎の剣売ってたね。まあ取れるよね、確かあれはね。ここだよな、確かここだったな。あったあった、これほら。もう一回あそこ行ってみようか。火山の、あ、ちょっとセーブしてから行くわ。はい、ここまで来ました。ちょっと、およくいらっしゃいました。あなたたちの助けにより新しい火山主が生まれました。これでもう一安心です。ご協力感謝します。ぐるるるる。マジ？仲間なるこれ。こちらの様子をじっと見ている。ティアと一緒に少ない人数で来れば懐くかもしれない。ティアと一緒に少ない人数。ちょっとの代わりとかなるかな。待て、あれ灼熱とか吐くよな。おそらく。待て、それもそうだし、どうしようじゃあ。仲間なんのか。なるよな。ティアと一緒にだって。仲間を預ける。ああ、アイドルで。それ、ここ3人で行けばいいってことだよね。はい、なんでここで出る。まあもう楽だけどさ。ここは最初来た時すげえ良かったよね。ぐるるるる。
あら、かわいいね。名前つけてもいい。それじゃあ、ボロンゴってどうかしら？いいえ。クックル？マジかよ。いいえ。ゲレゲレ。ゲレゲレにしたいところだけどね。ボロンゴにしとこうか。今回は。今回はっていうか、賢そうな名前ね。キラーパンサーじゃない。キラーパンサーで思い出したけどさ、その、なんだろう、バトルロードと、なんか、二種類なかったっけあれ。切れ物、あー、名前で決まんのか。物理スケベにした方がいいな、これじゃあ。エッチな本。まあちょっと今回、ここまでにしたいけど、どうすかな？ティア外して、待って。どうしよう。バイキルト使いの二人いたらだいぶ違うよね。どうしよう。カインと、プリン外してもいいかな？プリン。これ首一つしかないよね。4人なんのかこれじゃ。ちょっとここセーブさせていただいて、デルコンダルの王様に話したら何かあるかなってちょっと思っててさ。いやー、行くとこいっぱいあるな。どうしよう。なるほどね。多分これ連れて行くんだろうな、デルコンダルの。今、まあ、思ったんだけど、火吐くってさ思ったんだけど、デルコンダルのブラック杯の2番目ドラゴラム使わなかったら倒せなかったんだけど、これだったら一旦でいけるよね。おそらく火を吐けるんだったらね。って思ったの。だからこれでなんかあるんであれば、もうちょっとレベル上げなくちゃいけないってことだね。だって絶対おかしかったもん。10ターンでクリアしなくちゃいけないとこ、すごい頑張ったのに16ターンかかったから、まあ、自分のやり方なんだろうなと思って、やり方とかやっぱ装備とかそんなのに、そんなんなんだろうなと思ってるわけよ。だからもっといいものが絶対あるはずなんだよね。ないと多分不可能だもんね。これさ、はい、強いの味方じゃわはは、あ、なんもないのか。バトルロードとさ、なんかなかったっけこれ。バトルロードと、勝ち抜き戦なんか違うっつったよね。もう関係ないのかな、バトルロードって。キラーパンサー倒した感じのやつがあるんかなと思って、よくよく考えたら。あるとすればここなんだよね。だけど、ないとすれば、あ、こっちか。あるとすればこっちなんだけど、こっちはバトルロードが、これは関係ないか。この二人ね、関係ないか。なんか2種類なかったっけ？バトルロードにご参加ですね。バトルロードにご参加だけど、バトルロードじゃないのってないのか。キラーパンサーのって何だったのあれ。これがブラックがちょっと自分16ターンかかってんですよね。勝ったは勝ったんだけど、すっげえきつかったから、魔王を倒すよりきつかったんでね。まあそこだよね。あと攻略するって言ったら、そこに水のリンゴあんかなってちょっと思ったんですよ、自分。だけど多分違うから、あ、こっち来たな。なんもないか。なんかそういう、一回戦ったらいいよな、とかないんかなと思ってさ。ちょっと来たんだけど、ないね。ってことは、まあ神竜倒して、まあ物理スケベにして、レベル上げてみようかな、ボロンを。ティアはもういいか。じゃあ、カイン。ああ、そっか、待て。ガーターベルト。
どっから行こうかな、ダンジョン。火山の主入って思わなかったな。火山の主だよ。火山の主来たよ。親倒されたのにね。あ、ここじゃなかった。あ、まあいいか。今回ここまでですね。いや、なんかあっかなと思って。だからラゴスとかでさ、ラゴスを探してるって言った人いたじゃん。どこだったっけなと思って。それもなんかありそうだし。スコットとどんだけ違うんかだよね。あれかいな。あれか、あ、アイリンだ。うん、そうだね。ローラン、カイン、アイリン。神獣倒して、ちょっと15ターンか。15ターン以内に倒せば、エッチな本もらえるんで。ちょっと裏でやっておきます、それ。ちょっと運用差あるからね、あれはね。ボッコさん強くしてもいいな。スコットも、必要なくなってくるぞ、そしたら。ね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあね、ボロンゴちょっと連れて行ってみようかな。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。